徳川、綱吉、犬久保のどんな印象を受けますはい、はい、ど,ますど類哀れみの例を出したあんま頭が良くないんじゃないかな、ね、あの今の歴史教育を得てるとバカトロになっちゃうんですけどだけどあの時からね劇的に変わったのは動物を大事にする人命を大事にするそれ以前ね戦国時代今も大河ドラマでやってるけど戦国武将の仕事って何かって言ったら戦場に行って敵を殺してくることでしょ人殺しが上手いやつが褒められた時代江戸時代初期の辻斬りっていうのは刀の 切れ味を試すものだ,だからねいいことだった今えっと思ったでしょそれ誰が変えたかっていうと綱吉が変えた今までは人殺したら褒められたけどこれから犬を殺しても死刑だぞってむちゃくちゃだけどそれで変わったんだから要は極端な政策をやることによって動物も殺しちゃダメなんだって言ったらもちろん人は殺しちゃダメだよねって話になるからそれで意識がガラッと変わったってう<ー>そういうふうに考えるとめちゃくちゃすごい明細書だと思うんだけど